そこに何かを、強くなるでもいいですよ、強くなりたいでもいいですからね、それだけやってしまったんではダメなんですよね。そこには武道というのはこういう非常に深い哲学があるんだというところまで持っていくわけですね。Grazie a tutti.